さて本日もやっていきましょう。ファイアーエムブレムガイデン、ちょっと2日間ほど空いてしまいましたが、ま、空いて心配するほど再生回数があるわけでもありませんけどね。んで現在は329の16人のウォルフを倒しに行きたいと思います。現在はか、近づかないことには話にならないので全員突撃で行ってもらおうかと思います。でみんな外伝系を知らない人だと弓に対してファルコンナイトを入れてたらもう一瞬にして終わってしまうじゃないかっていう人が確実にいますけれども、外伝では逆に弓に飛行の特攻が存在しないんですよね。エコーズには幾分か存在しますけれども、基本全部にあるというわけではありません。ほら、特攻が存在していたら、もうあの時点でダメージがかなりあります。1で終わるはずがありません。つまり外伝には飛行系の弓への特攻は存在しません。削るつもりが落っことしてしまった。パオラで削らせてカチャで撃破しようと思ったけど、こちら側に行きましたと。鋼の指だと、鋼の指でこの銃のダメージだったら大差に、大したこの絵は。当たっても2回。
じゃ魔法を放ったとは西を意味するから、1じゃさすがにぶっ放さないんだな。素早さと運が上がった天使の指輪の効果ですな。相手じゃ2回攻撃はできないか。よかった、正直こっちの方を選んでくれて助かった。傭兵でも経験値が10だもんな。うわ、15、まずい。エリカ軍のレベル上げのしてなさがここになって響いてくるとはな。まあそんなにピンチというあれでもないけど。
の回避率合わせたところでこの命中率やらなんだんやらだもんな。でも10か。もうあの子半端ねない攻撃を。てくるやつさえ倒せばあとは楽勝。逆を言えばそのザクソンを落とすことさえできればもう敵はない。でもなかった。メイじゃねえよな。よかった。ちょっと危なかった。ちょっと危険なバトルだったけれども、なんとかメイを殺さずに済んだ。うまいこといけばパオラもここでレベル12できるかな。
鋼の弓攻撃力高いけれども、その分命中率が低いんだよな。運ばっかりしか上がらねえ。そっちの方に行ったか。戦力が相手の方がプラスになるから、倒すのはギースの方にするか。鋼の槍、鋼の槍は誰に渡すかな。パオラかな。で、手槍をバルボに渡して、ありがとう、助かったぜ。俺はジェシーっていうケチな傭兵だ。ギースの砦に捕まってた女の子を助け落として捕まっちまったんだ。よその国から来た可愛い子で、ギースは奴隷にするつもりだ。無理だよ。ギースの部下にはすごい奴がいっぱいいる。俺たちだけじゃとても無理さ。そうだな。ギースにはソニアとリーンという二人の部下がいるんだ。それぞれ部隊を率いて砂漠の北と南を守っている。ところが、彼ら二人ともギースを嫌ってるらしい。だが、お互いに牽制し合って裏切ることができないらしいんだ。だから、うまくどちらかを倒せば、残った方は味方になるかもしれないぜ。なあ、もちろん俺も手を貸すぜ。こっちに来た。エコーズは今ハードのカジュアルという設定でやってるけれども、外伝はカジュアルっていう設定がないために、死んだらそのまんま竜の祠とかにある復活の泉でない、復活の水でもない限り生き返らすことはできない。ちなみに
アルム軍とセリカ軍ともに自分の方から攻め込む場合はキャラクターの人数に制限はありませんが、こういう風に攻め込まれたり祠にいる時の場合だとキャラクターの上限は10人までと決まっています。まあ、母ちゃんに言ってくれるんならこっちもレベル上げになってちょうどいいやと。もうここで母ちゃんがレベル12になりそうだから、このまま戻って竜の祠へ向かって。ファルコンナイトにクラスチェンジさせて、全員移動させるのも面倒くなってしまった。鋼の弓だから5コマ先の敵キャラにまで届くんだけど、まあ命中率は低いけど、
こっちをだとか。あまりに一人一人動かすのが面倒くなったんで。道徳劇もう楽勝の時には。さてガーゴイルとスケルトンとゾンビ。期待を裏切らないゾンビ集団。
へんねん。間の外見てんねん。猫貴重に。龍の祠にもう龍への特攻を持っているやつが2人もいるし、さらにこれから3人になるっていうので、うわ、なんだ、まさかのバグ、マジかよ。
何も反応しねえ。おーい、こんなことありか。いやー、まだやん直しがよ。自分もさっきセーブし忘れたのも悪いけど、くそ、こういうこと起きるんだな。というわけで、今日はこれで失礼したいと思います。